山本幸太郎、1948年9月7日体は、日本の歌手、タレント、白鸚大学名誉教授、オフィスプロフィット所属。芸名は山本幸太郎だが、作曲や大学で教鞭を取るときは、本名で行っている。東京都千代田区出身、千代田区立麹町中学校、東京都立日比谷高等学校卒業後、上智大学法学部に入学。 上智大学在学中に東京大学受験を志すも、東大紛争による東大入試中止により、一橋大学社会学部に転学。大学在学中から、ホークグループソルティージガーのメンバーとして活動。日本におけるコミックソングの代表作の一つとも言える、走れ、幸太郎1970年にリリース。その面白さから第12回日本レコード。 大正新人賞を受賞するヒットソングとなった。1971年、ソルティー・シュガー解散後、高田渡、る柴ラと共に、武蔵野タンポポ団のメンバーとして、中津川フォークジャンボリーに参加。この頃からなぎら健一らと親交を持つ。1972年、一橋大学社会学部卒業。卒論は、誰も知らなかった吉田拓郎という題名だった。 その後ソロ活動を経て、1974年に森一美、板垣秀夫とフォークグループ、山本光太郎とウィークエンドを結成。デビュー曲、三崎巡りが、オリコン5位の大ヒット。走れ、光太郎と並んで、現在でも歌い継がれるスタンダードとなっている。1971年から1978年まで、TBS ラジオの深夜放送。 パックインミュージック金曜日の第一部パーソナリティを担当。第二部は後に山本のパートナーとなり、現在も同居生活をしている吉田真由美が担当していた。パックインミュージック終了後、単身アメリカに渡り、約2年間生活。帰国後、アメリカあげますを書き上げた。その後は、テレビ番組の司会、タレント、役者などで活躍している。日本放送。 バイタリスフォークビレッジ、ライオンフォークビレッジのパーソナリティをも担当したこともあった。東京ヤクルトスワローズのファン。プロ野球愛のインタビュー記事によると、前述の通り1978年に渡米したが、同年秋に一時帰国。ヤクルトがセリーグで首位争いをしているとの知らせを聞き、このようなチャンスは二度とないと思い立ったためで、球団創設以来初の日本一達成まで、 神宮球場など各地で声援を送った。1989年、第15回参院選ピレークに、環境政党、地球クラブより出馬するも落選。地球環境問題に造形が深いことから、白王大学教授として、教鞭を取る傍ら、段階の世代へ提唱する、セカンドライフの食健康、男女とも動産が、食脳の問題、教育問題、 平和問題といった講演活動などに勤しんでいる。ちなみに、白鴎大学では公式野球部の部長も務める。2005年より、山本幸太郎とウィークエンドのオリジナルメンバーである森、山本のマネージャーの三崎隆夫、オラン元柳らと共に、山本幸太郎とほぼウィークエンドを結成し、ライブ活動を開始、アルバムも発売した。2008年5月より、 渡る世間は鬼ばかりに出演する。角野拓造を演じる小島勇の友人という役どころを演じる。角野とは中学時代からの親友でもあり、一緒にバンドを組んでいたこともある。出演に際しては、橋田須賀子が山本のコンサートを鑑賞し、山本を大いに気に入ったという経緯から、橋田からの熱烈なオファーがあり、実現したものである。 また他にも1985年のドラマ、もしも、学校がにもレギュラー出演し、同作では共演する、三田村国彦、片岡鶴太郎というニット、ザスクールを結成し、主題歌と挿入歌を歌っている。2019年、白王大学を定年退職し、同大学名誉教授に就任。選択的夫婦別姓制度導入に賛同し、自身も、 事実婚である。連れ合い、すなわち同居人とは、戸籍上の婚姻関係はありません。彼女から結婚はしないで夫婦別姓で行きましょうと、言われ、今となってはそれでよかったと思っていますと述べている。バンド名義は、各々を参照。シングルアルバムシングルすべて、CBS ソニーより発売。アルバム、フジテレビ、僕ら漫画家ときはそう物語主題歌。フジテレビ、 僕ら漫画家時はそう物語挿入歌、オリコン32位。オリコン95位。阪神ドラフト1位指名の白王大、大戦、走れ幸太郎山本幸太郎氏から熱い無山本幸太郎のプロフィール山本幸太郎に関するカテゴリー。山本幸太郎とウィークエンドに関するカテゴリー。ありがとうございます。